チャイムは、金の音のような音を出す装置、またはその音のことを言う。時刻を知らせるためのチャイムは一般に時計と連動した機械である。音を鳴らして何かを知らせることから転じて、イベントやニュースなどを知らせるジングルもチャイムと呼ぶこともある。日本語では、心霊と呼ばれることがある。ただし、厳密に言うと、一般的なチャイムのことではなく他の使い方で呼ばれることが多い。 チャイムの用途チャイムの用途は大きく分けると二つになる。詳細をいかに記す。音による時報の合図は日本では671年に天智天皇が制作した牢獄で時刻を知らせるために証拠を打ち鳴らしたのが最初だと言われている。近代になってからは寺院の盆章や空法、伝令、サイレンなども用いられていた。この方法では手間がかかり、 自動化が望まれ、時報時計が開発された。この時計自体には、チャイム機能はなく、電源周波数に同期して回るモーターで時を刻む、電気時計、または停電保証対応する機種は、電池式紳士時計、電気の供給が不安定だった1930年代は、交流電源による自動巻きの紳士時計を使用していた。動作時刻は時刻設定の大歯車に、 長さ1センチほどのピンを刺し、24時間制で5分ごとに数秒から数十秒ベルを鳴らす設定が可能な時間スイッチであった。機械式チャイム1950年代初めから中頃にはこの時報時計と連動して動作する無終端にした磁気テープの再生装置が商品化、一時的に利用された。後にオルゴールもしくは棒状の鈴を土出して鳴らし、 音声信号として取り出し覚醒できるようにした機械式チャイムが実用化され学校や自治体、企業等の時報装置として普及した。1970年代後半、電子機器の急速な進歩と生活様式の多様化はこれらの機器にも波及し、時報時計は水晶発信式にキー操作やマークシートによるプログラムタイマーに進化し、チャイムも従来の鈴を打ち鳴らす。 純機械的な構造から電子チャイムになり複雑なプログラム動作を簡単にかつ複数のメロディー証明可能とした。現在のベルタイマーは電子チャイムも内蔵しておりそのまま単体で時報装置として利用可能である。これらの電子チャイムは合成音のため音色や余韻の味わいは薄れてしまった。近年機械式チャイムは製造されておらず 建物の新築や機器の更新により電子チャイムに置き換えられ季節の機械式チャイムも現存するものが少なくなっているチャイムを動作させる装置を扱うにあたってはチャイム動作のためのプログラムを作成することがあるプログラムを登録するためには直接機械を操作して入力したりマークシートを読み込ませたり近年ではパーソナルコンピュータとつなぎ コンピュータ上でプログラムを組んで使用するものもある。学校や会社などの日々の日課は一種類から数種類定められているのが普通であり、一度プログラムすれば、あとは毎日自動的に装置がチャイム音を鳴らす仕組みになっている。しかし、特別な行事等の関係で臨時に日課が変わると、プログラムが使用できなくなる。この場合、チャイム動作の担当者がチャイム装置を手動制御して、 チャイムを鳴らしたり、チャイム装置を切って、時間になると、自らが金を持って鳴らして回るなどの措置を行う、こともある。チャイムの音は、音程がわかりづらく、少々は、ずれていても気にならない、という特徴がある。文部省令の音階に準拠して、調律製造されている、機械式チャイムもあったが、そうでないものは、ただ鳴っているだけで音色に乱があったり、こだました場合の重音に不協和音を生じる。 ウェストミンスターの鐘終戦後しばらくは授業の開始、終了を知らせていたのはフリショーの音だったが、一部の生徒から空襲を知らせる、反証を思い出すのでやめてほしいという要望が出たので、1954年に発明家の石本国夫によって現在のチャイムが鳴るミュージックチャイムが開発された。曲名、ウェストミンスターの鐘の金婚観婚というチャイムになったのは、 石本によると当時イギリスの BBC 放送のラジオ放送をよく聞いていて、ウェストミンスターの鐘が流れていたため、チャイムに採用しようと思ったとのことである。よって、現在は、ベルは、非常ベルでしか馴染みがない。さらには訓練の場合、自動火災放置設備ではなく、非常用放送設備だけを使う場合もあるため、サイレンしか聞いたことのない児童、生徒もいる。 チャイムは時間管理の上で有効であるが、逆に自主的に時間を管理し行動することができなくなる、などの意見もある。このような意見を背景に、ノーチャイムに取り組む学校もある。ノーチャイムとは、言葉通り、チャイムを鳴らさずに、学校生活を行う取り組みである。チャイムを鳴らさない代わりに、すべての教室に時計を設置し、児童、生徒や教師は、時計を見て行動する。 時には、子供が時間を忘れて、休み時間を遊んでしまう、教師が時間を忘れて授業してしまって大幅に休み、時間に食い込んで生徒からブーイングを受けることもあるが、自然と5分前行動が身についた、時間の余裕を考えて行動することで、むしろゆとりができた、授業の週末が若干伸びてしまいそうな時に、チャイムで授業を打ち切られることがないなどの利点も、挙げられている。いずれにせよ、 児童、生徒や教師が時計を意識して行動するという目標は十分達成されていると言えよう。上記と異なる理由で特別行事がある際もノーチャイムになることがある。他にも完全週休,休2日制実施前はプログラムの都合で土曜日のみノーチャイムを実施していた学校もあった。など、Wikimedia Commons にはチャイムに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。